はい、えー。今日はですね、関節モーメントを10分で解説ということで、今日は手書きで、しかもね、やっていきたいと思います。で、まあ、あの、関節モーメントなんですけど、皆さんわかります関節モーメントって。僕ね、最初、あの、教科書とかで関節モーメント勉強してきたんですけど、教科書だとね、いまいち僕分かんなかったんですよ。関節モーメントって。なんか、ね、こう、印刷されてる、 模式図みたいな感じで線が引っ張ってあってえここがあ屈曲モーメントでえここが進展モーメントみたいなでこれが反対になるとおここがあ屈曲モーメントでみたいな文章で書いてあってもう何のこっちゃなんかいまいちこうイメージがつかめなかったんですよねまあ僕は頭悪いだけか,ら <laughs> かもしんないですけどなんかこういまいちこの 何て言うんですか教科書の平面図だと、あんまなんか分かりにくかったんですよ、僕は。なので、今回はですね、こういうふうに手書きで、えー、書いていって、えー、この、まあ、オンラインでというか、普通にこうね、手書きでこうやって、こういう感じであの足しながら、あの関節の略図とか書きながらですね、あのー、解説していきたいと思うので、まあ、ちょっと分かりやすくはできるんじゃないかなということでね、まあ、今,日今回、初めての あの試みなんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。でですね、ま,あ、まずは、歩行がやっぱり分かりやすいかなということで、歩行ですね、の関節モーメントについて、えー、解説していきます。こ、ここの中でも、股関節ですね、まずは。で床反力、まあ、基本的に関節モーメントっていうのは、床反力に対する関節の反応なんですよ。 なので別に難しいことではないんですよね。床反力っていうのがかかとからつくとこういうふうに立ち上がって、まあ、側部後方、膝の後方で股関節の内側を通るわけですよね。正常なアライメントであれば。これが床反力です。ちょっとなんか <laughs> 歪んじゃいましたけど。こんな感じで床反力が立ち上がるわけですね。この床反力っていうのは、いわゆる COP なんて言ったりして、センターオブプレッシャーですよね。あの床から、まあ、基本的にあの地球には、 外力があるんで外力重力があるんであの床に足をついた時にはこういった床からの反力っていうのが立ち上がるわけですよこれがあることで僕らは歩くことができるし前に進むことができるあの例えばですけどうーん,なんだろうなこう地にこういうなんかこういうのがあったとしたらこっちに力が立ち上がることでこっちに回 この丸にはこっちに回転する力がかかりますよね。こういう外部モーメントがかかれば、こっちに行くと。だから、これ多分予想としては、くる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 こっちに回りますよね。こっちから力が立ち上がれば。ね。これがまあ、ただのこういう棒だとしたら、こっちに力を入れたら、くる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 回るだけなんですけど、ここにですね、 なんか力学的な何かがあれば、例えばこう、ここに筋肉がここにこうくっついてたとしたらですよ、こっちに立ち上がった力に対して、こういう力が立ち上がる、こういう、こういう回転する力が加わるので、これに対抗する筋肉があったとしたら、こっちに対する筋肉の力が働きますよね。 これがいわゆる内部モーメントなんですよね。ちょっと分かりづらいかもしれないんで、実際の歩行のところで解説していきますが、まあ、この図の通り、こ股関節には、股関節前方にこう、あ、消えちゃった。股関節前方に力が加わるわけですよ。床反力がね。床反力が股関節前方に、えー、立ち上がるわけです。正常歩行では。うん。まあ、こんな感じになっていて、床反力が、 えー、こっちからブーっと、側関節の後ろ、股関節の前方を通るわけです。で、股関節の前方を通るので、えー、床反力はですね、股関節に対しては、こっちに、こう、こう立ち上がるんで、こういう力が働くわけですよね。ね。で、 股関節に何にもこの支持機構がなければ、股関節はどうなると思いますかこれ。こういう股関節前方に、こういう力が立ち上がったとしたら、こういう力が働くので、股関節は屈曲するわけですよね。これが、うんと、こうなりますすよね。多分。これが、ね。こういう力が。 ズドンとくればこれに耐えきれなければズドンと曲がってしまうとこれが外部モーメントに対する外部モーメントですね屈曲モーメントこれが外部モーメント床反力の外部モーメントこれに対してここで僕らはそれだとただただ股関節がガクンと曲がってしまってまあ要は尻餅ついちゃうみたいな状態になっちゃうわけなんでここで 内部モーメントというのが働くわけです。これがですね、この股関節を中心にして、こっちが外部モーメントのこれに対抗する力が、こっちですね。こういう力が左右するわけです。これが、いわゆる、こう行くんで、こっからこう行くんで、進展モーメントですよね。股関節を進展方向に保つモーメントが働くわけですね。うん こう、ここで、こう立ち上がるんで、これに、この力に対抗するにはこ、こっちっすよね。こう。進展、進展、進展。進展しないといけない。進展する筋力が働くわけです。まあ、屈曲方向に曲げられようとしたところを、を進展方向に対抗する。 そういった力が働くわけですね。これが、いわゆる、えー、歩くときの股関節の小設置のときですね。小設置。イニシャルコンタクトのときの、えー、床反力。こう、後ろが立ち上がって、股関節前に入るんで、屈曲モーメントなわけです。で、まあ、これが、まあ、わかりやすいですよね。わかりやすいというか、わ <laughs> かりますよね、これね。で、ここで見てみると、こっち膝には、膝の後ろを取るんで、 えー、膝には何ですかこうく、うん、と曲がる力がる、えー、こうか入ってこうですねで側関節もうーんとモーメントとしてはこっちから立ち上がるんで低屈、えー、モーメントが働くと外部はねでえー、ハイク屈モーメントが内部的には働くと。 そういったった構造なておりますこれがっとです、ねえー、関節モーメントの仕組みなんですがここでよくあるのがですね例えばこう体,体がこう、ま、前に行っちゃってるみたいなパターンって結構あるんですよ。こ,こ,こんな感じ。 ないですけどこう骨うーんとね体がというか骨盤の変異って言った方が分かりやすいですかね骨盤が後ろにある人っていうのがいるんですけどそうするとですねより屈曲モーメント強くなるのが分かりますかねこうぐんと立ち上がるんで、えー、ここよりこう。 骨盤が後ろにあるとですね股関節がより曲がった状態で床反力を同じ床反力でも股関節が曲がった状態で受けるわけですよ骨盤が正常位置よりも後ろにあるとそうするとより進展モーメントは強くなりますよね内部の進展モーメントっていうのはより強くなるなのでこういう骨盤後方変異してる人っていうのは後ろ側のあお尻に痛みを生じる人っていうのが結構多かったりします ここが、まあ、ここで問題になったりするパターンも結構多かったりするんですよね。あと逆に、えっとですね、こう、骨盤が前方変異している人、これ正常だとして、こっちにある人っていうのは、えっとですね、ちょっとこれ A って書くの難しいですね。骨盤が前方にある人っていうのは、 股関節若干ちょっと進展方向に入ってると。なので、こう、ズゴンと、有価反力がた入った時に、あの、進展モーメントが弱くて、屈曲モーメントが強くなってしまうっていうことがあると。そうすると、こう、全面筋に痛みを生じてしまうことがあると。これだけでも結構面白いですよ。覚えておくとね。あの、骨盤の、骨盤、骨盤ってこれですね。の 後方変異と前方変異。後方変異、前方変異。後方変異だと床反力のから見ると、屈曲モーメントが強くなる。屈曲モーメント、外部のね。で、前方変異で言うと、進展モーメントが、外部、進展モーメントが強くなると。そうすると、前方変異では、 内部モーメントとしては、屈曲モーメント頑張らなきゃいけないんで、股関節全面筋が、えー、過剰に作用する。逆に、えー、こっちの骨盤後方変異の場合は、股関節の後方の、ああ全部の、ね、筋肉が、これは過剰に反応すると。過剰に使われる。この過剰っていうのがやっぱり良くなくて、ここで、 痛みが生じる。痛みの原因になったりするっていうことがあると。ここのね、骨盤の後方変異、前方変異っていうのは、床反力によって、こういった症状が出る可能性があるよっていうところですね。なので、あのー、方向分析とかするときにですね、まず骨盤が立位で、どっち側にあるのかとかっていうところを、簡単に立位で評価しておくと、結構この、わかりやすいかなと。 で、まあ、ビデオとかで見るときも、まあ、よくね、歩行をビデオで撮ったりするときもですね、この床反力に着目すると。これね、まあ、目で追うのは結構大変なんですよね。今あの、3次元動作解析とか、まあ、いいところにはあります。うちの病院にはないですけど、もちろんね。そうすると、床反力の立ち上がりが全部可視化されるってのがあるんですよ。どん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 ドンって。 あれがあると、まあ非常にね、いいんですけど、まあ高価な機械なんで、なかなか臨床で置いてるところは研究機関とかね、大学院とかじゃないとないと思うんですけど、まあいうのがあるといいですよね。床反力が見えるとね、わかりやすいんですけど、でも歩行では基本的にこう、こっち通ると、こっち通ると、で、こう通るというところですね。うん。まあ基本は、これちょっとなんか難しく説明しちゃいましたけど、基本はですね、着いたら、 返ってくる力なんですよそれが床反力ついたら返ってくる力ここに対して物体として例えば足だったらこうなってるんでこうなってますよねこうなってるんで帰ってくる力がここに働けばこの外部モーメントとしてはこうこのこう中心が底から中心があるんでこういうふうに働くよねって話で で、これに対抗する力がないと、この足首先端はベジャーンってこっちに行っちゃうので、この側関節を中心に筋肉いっぱいついてますからね。それでこう対抗する力が働くんですよ、と。これが内部モーメントってやつです、うんで。この外部モーメントと内部モーメントのこのきっ抗がちょっと崩れちゃったりすると、さっき言ったような過剰な 過剰な,な緊緊張とかっていうのがあの痛みの原因になったりっていう可能性があるというのが今回の話でした。 はい、以上になります、えー。最後まで聞いていただいてありがとうございました。こんな感じでですね、ちょっと今日は初めて手書きでやってみたんですけど、関節モーメントの話ってちょっと手書きの方が分かりやすいかなと思って、まあ、もうちょっとですね、僕練習して分かりやすくあのモーメントを伝えられるように頑張っていきたいと思うんですが、まあ、こんなふうにあの僕の動画でですね、 理学療法に関することもそうですし、脳科学に関することもそうですし、健康とかダイエットの話もやってますので、よろしければチャンネル登録としていただけると、スムーズに見ていただけると思いますので、えー、よろしくお願いいたします。というわけで、以上になります。ありがとうございました。